リクルート全員 MVP も事実だと思います。3年後30人ぐらいしか残ってない。仕事以外のことやんなよみたいな。散歩歩けば MVP だから、それがゆえのリクルートはすごい会社だ。ビジネス芸人トーク、よいしょよいしょ。はい、ということで始まってしまいました。凪良さん、何ですかこの番組は。ビジネス芸人トークといいましてですね、ちょっと前にですね、中流階級トークっていうのやってたんですけれども、やってましたね。あれのリニューアルバージョンとしましてですね、ビジネス芸人、ビジネスでこう芸を磨いてますので、ある意味芸事をやってる人ということで、我々めちゃくちゃそうですね。我々もビジネスマンも芸人だと。そうですね。間違いない。僕ら間違いない芸人です。で、他のね、ビジネス系の YouTube 増えたじゃないですか。はい、増えました。いっぱいある。そうで、私はこれが優秀だとかね、この会社これがすごいとかっていう番組ばっかりだけれども、皆さんいろんな会社いたらですね、そんなこともない場面がいっぱいあるじゃないですか。じゃあもっとリアルな、そうです、リアルな面白いこととかもたくさんあるじゃないですか。だからそういうのを実際聞きたい。ほら、転職する時も本当の会社の社風とかって分かんないじゃないですか。それのリアルをちょっと面白おかしく話そうじゃないかということで、このビジネス芸人トークというものをこれからやっていこうと。素晴らしい企画。あ、素晴らしい。意外とポジティブでよかった。はい、ありがとうございます。素晴らしい企画で、それの記念すべき、これはもう伝説の回になります。1回目ですね。ハードル上げすぎじゃないですか。第1回になるんですけれども、第1回何やるかっつったら、もうこの人たちしかいないでしょうということで、それでは皆さんお願いします。せーの、私たちはリクルート芸人です。よいしょ、本当にありがとうございます。お願いします。第1弾はもうこれです。リクルート芸人の皆さんにこれしかないです。これしかなかったんだね。日本のサラリーマンでね、一番と言っていいほど存在感のある形だと思うんですけれども、そんなリクルート芸人の皆さんに今回はやってきていただきました。自己紹介を皆さんいただいてもよろしいでしょうか。はい、シュクロさんから。はい、わかりました。シュクロです。おお。シュクロから夜更かしという恋愛の YouTube チャンネルやっております。まあ、あと結婚相談所とか、あと神戸で古着屋とか、まあいろいろやらせてもらってます。お願いします。お願いします。シュクロさんはもう YouTube の走りですよ。なんで来てくれたんだ。そうなんですよ。本当にありがとうございます。あんまり企画概要は分かってなかったです。大体そんなもんです。大体そんなもん。本当にありがとうございます。あとこの YouTube チャンネルの10倍の登録者がいる。それそうですね。本当にその通り。あとこんなリクルートってマッチョしかおらなかったです。確かにあんまりリクルートのイメージないですよね。いや、本当によろしくお願いします。じゃあ、はい、サライと申します。リクルートでは東名阪セールス部っていう部署にいまして、求人広告の営業してました。なんで島田さんと結構近い内容かなというふうに思ってます。今はですね、人材事業の人材エージェントの会社で、大体役員をしてまして、それとプラスで歴史解説系の「日本創生 TV」っていう YouTube チャンネルをやってます。よろしくお願いします。完全にちょっとビジネスサイドというか、そうですね、なんかいわゆるイメージリクルートですね。これリクルートの清掃なんで、もうみんなこれ着てます。それで出社するんですか。みんなじゃないですよ。ああ、そう、それだけのイメージありますよ。これだけあった。バチバチに僕スーツでしたけどね。お願いします。お願いします。はい、来ました。はい、ゴールビーの執行役にやってます、島田です。はい、説明不要。もう僕はいいですよね。そうですね。で、まあこのゴールビーのね、創設者もですね、リクルートしました。ああ、そうですね。明夫さんもこういう格好してましたよね。確かにラフなポロシャツとかで、イメージリクルートって感じです。確かに確かに。このメンバーで今日ちょっとやっていこうと。誰で何やってんの。確かに。なんでリクルート入りたかった枠、凪良ですよ。入りたかったんです。その枠あるよ。みんな憧れてます。やっぱツイッターとかでもよく聞きますけど、元リク、元リクの存在感ってやばいんですよ。ビジネス界でどこにでもいますよ。どこにでもいますし、みんな活躍されてるし、すごい方はいらっしゃいますね。これの実態が聞けるっていうのは、なるほど。そう、昔の僕に見せてやりたいなと。じゃあこのメンバーでいきたいと思います。よろしくお願いします。軽くリクルートも知ってる体で進んでますけれども、軽くどんな会社か、島田さんいいですか。はい、リクルートはもう基本的にプラットフォームを扱ってる会社で、例えばみんなが知ってるスーモとかホットペッパーホットペッパービューティーリクナミリクナミネクスト、企業と人をつなぐっていうプラットフォームを扱ってます。分かりやすい、こういう会社、ホームページみたいな、本当こういう会社で、それぞれホットペッパーのホットペッパーでカンパニーっていうのがあって、リクルート何々で、僕はリクナミネクストっていうのをやってて、リクルートキャリアっていう人材系の会社の中にリクナミ、リクナミネクスト、リクルートエージェントみたいなのがあると。でそれぞれね、こうカンパニーに分かれてて、でそれぞれみんな違うところから今日来てるっていう感じ。そうですね。今は統合してるんですけど、まあそんな会社がリクルートです。はい、以上です。わかりやすい。わかりやすい。じゃあ最初のテーマいきたいと思います。こちらドン。リクルートで皆さんまず、先ほどね軽く話していただきましたけど、何をやったのかをねちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、皆さんお手元のフリップでお書きいただければと思います。はい、ということで、では皆さん一人ずつね聞いていこうと思うんですけれども、じゃあシクロウさんから。はいはい、僕ですね、ゼクシーの営業をしておりました。おお、ゼクシーの、ゼクシーも一応リクルートなんで、はい、ゼクシーで営業してました。でもやってんだ、リクルート。そうですよね。で勤続年数が2年3ヶ月で、多分優秀賞を取ったんじゃないかと。多分優秀賞なんか、賞って通期とかクォーターとかありますよね。あります。確かクォーターで優秀賞。すごい。素晴らしい。なるほど。3ヶ月頑張ってた。あ、そうですそうですね。で年収ね、僕低めで400万です。お、意外と低いですね。これ僕地方なんですよ。多分総合職じゃなかった気がする。なんか総合営業なんかありますね。ありますね。地方の CV 職みたいなやつ。そう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 。ちょっといろいろ違う種類。なんか若干違っててちょっと低めだったんですよね。なるほど。どこの支社だったんですか。金沢ですね。金沢。で2年3ヶ月。2年3ヶ月。はい。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあサライさん。はい、私は東名阪セールス部っていう部署で、タウンワークとか、あとエアワークっていうなんか採用ホームページみたいなのを売ってました。2年10ヶ月くらいやってまして、その間に1年3ヶ月梅田の支社でやった後に、1年半くらい名古屋の支社でチーフっていうマネジメントをやってました、で、MVP5 回っていうところで、なんか恐縮なんですけど、表彰8回っていうところで、まあ、675万円くらいでやってました。よろしくお願いします。本当に年収やっぱ差がありますね。そうですね。地方の総合じゃないかもしれない社員とみたいな、やっぱいろいろランクとかグレードみたいな人事評価制度があるんですかね。そうですね。2年10ヶ月でその表彰回数は多い方なんですか。多い方ですね。多いと思いますよ。もっと上がいるんで、なんかあんまりこういうところで言うのも恐縮なんですけど、はい、多いと思いますよ。ありがとうございます。じゃあ、チャオ。はい。僕はリクナビネクストを売ってました。はい。で、3年いましたね。リクナミネックスの営業を1年半ぐらいやって、その後顧客の、まあ、これ採用なんですけど、採用成功をいかに作るかっていう CS の立ち上げで1年半ぐらい過ぎましたという感じで、年収はまあこれぐらいですね。3年いるとまあこれぐらいかなと思います。で MVP は3回という感じです。やっぱり2年とか3年くらいでこう離れる人が多いんですか。確かに確かに。僕中途で入って、その時100人いたんですけど、3年後30人ぐらいしか残ってない。7割が3年ぐらいでやれる。あ、でもうちの部署もそんな感じだったかもしれないです。さっき「元陸」って言葉あったじゃないですか。元陸って言葉が流行ったのも、なんかずっといる会社じゃないみたいな感じなんですか。いや、そうそう、確かになんか聞きますね。なんかお金くれるみたいな。お金くれる。なんかやめるさ、100万応援金みたいな有名でしたよね。3年契約社員みたいなのがあって、3年後100万あったっすね。すごい。それすごい有名だった。やば、そんなあるんですか。あります。ちなみにうちの採用と総合職採用で、ここ2人多分そう。そうですね、一緒です。ちなみに3年働いてないですもんね、サライさん。だからちょっと行き急いじゃいました。100万円いただけず、ここはそういう仕組みはないんですよ。あ、もうなくなった。あった。じゃあ僕違います。なんか違う、多分会社間違って、なんか違う人じゃない。なんかね、制度が途中で変わって、多分キャリア時代とかマケパ時代とかジョブズ時代で、私カブリクに統合された後の、専門用語です。ごめんなさい。リクルートって島田さんがおっしゃった感じで、統合した後に入って採用の入り口がもう全部一緒になってるんですよね。一応ジョブズ入社なんですけど、なんか途中でジョブズ入社。わかりづらいな。うちはネタになっちゃう。リクルートってそういう感じです。じゃあ次のテーマに行きたいと思いますけど、はい、リクルートここがすごい、シンプルに聞きたい。やっぱ普通にやっぱすごいところがあるからね、これだけ躍進してると思うんですけれども、皆さんの思うリクルートのここがすごいをね、ちょっと聞いていきたいと思いますね。はい、書けましたかね。はい、大丈夫です。ではじゃあ次、酒井さんからいきましょう。はい、やっぱり人でしょというところで、なるほど、そのイメージありますね、リクルートは。いやもうリクルートはね、なんか一人として同じ人いないんですけど、経歴がめちゃくちゃ面白くて、私もそのマネジメントとか本当に未熟者ながらやらさせていただいた中で、メンバーになった子がですね、なんかプロラグビー選手とか、あとは空手で日本一になりましたとか、サッカーで全国ベスト4になって激坂乗ってますとか、なんか J リーガーの人とかも入ってきてたりしてたんで、元 J リーガーなんか、まあそうですね、元 J リーガーとかもいるんで、まあすみません、ちょっと本当に一部なんですけど、めっちゃおもろいやつもいます。芸人とかもいるんで、採用がそういうなんか一芸話みたいなのがあるんですか？いやなくて、なんかリクルートの面接ってなんか何聞いたらいいとかないみたいなんですよ。なんか面接官が気になったとこ一生深掘りして、なんかキャラがあったら、確かにそんな感じでした。キャラ採用みたいな、そうそうそう。なんで一貫性のあるなんか頑張ってきたおもろいやつみたいな、それは間違いないと思うんですよね。なんか突き抜けられそうかどうかみたいな、めっちゃ見てきてる感じはありました。だから人がすごい。いやもうこれでしかないです。確かに採用してんだ。僕それで言うと、面接って確か3回でしたよね。僕の時2回でした。中東は多分2回かもしれない。2回とか3回じゃないですか。僕5回やったんですよ。で、特殊がありそう写真とか全員3回です。で、なんでかっていうと、これ3回目でこれ絶対めちゃくちゃボコボコに言われて、いやこれ絶対落ちたんやと思って、でもう普通に帰ったんですけど、ちょっとなんかまだ行きたいなと思ってリクルートに電話したんですよ。すごい、さっき多分落ちると思うんですけど、ちょっともう一回だけやり直しさせてもらって。いいっすね、これですごい。これがもうだ、これはすごい。そしたら4時面接行けたんですよ。で4時でもボコボコに帰ったんですよ。でちょっとすいませんみたいな、あと1回だけ行かせてくださいで行かせてくれて、でそれでよかったっていう感じなんで、すごい面白い。こんなんね、そうそうそう、そういう意味でも人っていうのはすごい面白いなと思いました。私そういう人はやっぱ好きですね。そうですね、リクルートで会社が。なるほど。2人はなんか採用のエピソードはあるんですか？僕は最終面接すっげえボコボコにされる。ボコボコにされる。どういうボコボコっていうのはどういう？まあいわゆるリクルート文化でなぜってあるじゃないですか。詰めて。そうそうそう。であれって中に何があるか聞いてくるよりも体制をめっちゃ見てるんですよね。大丈夫。そうなぜって言われてもこのぶれない自分の軸でずっと続けられてるかどうかで、もう面接ギリギリまでやって次の人も待ってたんですよ。で待ってるけども、僕と一緒にその役員だった人がずっと話してて、エレベーターまで話してって、僕エレベーターに乗ってこの閉まるまでなぜずっと本当にそうなんですよ。でこのエレベーター、ああ終わったわって思ったら合格だったんですね。だから最後までやりきったんですよ。あ、でも面接のエピソード1個あります。私一次面接でめっちゃ生意気なんですけど、3年で辞めて会社起業したいんで絶対3年で辞めますって言うんですよ。こんなやつ絶対取らないじゃないですか。でも受かって入ってみたらそういうやついっぱいいたんで、すごい会社、余力というか、なんかすごいですよね。懐がでかいですよね。さっきのシクロさんの話なんですけど、っていうところです。サラさんはボコボコにされなかった？私はなんか泥臭いけど大丈夫かって20回くらい言われました。なんかギラギライメージを持ってる入ってくる人が多いけど、やってることめっちゃもうドブ板営業なんですよ。テレアポして飛び込んでみたいな。いや本当そうですね。なんでもう泥臭いけど大丈夫かって言われて、もうその度に水たまりの水すすって生きていきますって言ってないですけど、それくらいの覚悟で大丈夫ですって言ったんで受かりました。なるほど、はい、じゃあシクロさん、リクルートっぽさが浸透してるって書いてあるんですけど、そのまあ今日ね撮影でこう3人呼ばれて集まった時に2人見て、あリクルートっぽいなってなったで僕見てあんまリクルートっぽくないなって言ってるじゃないですか。それってある意味その世間的にそのリクルートっていうイメージが結構浸透してるようなって思って、なるほど、そうそう、そこまでその文化を作り上げてるっていう会社がすごいなって思いますね。ちなみに話聞けば聞くほどリクルートっぽいです。あ、そうそう、意外とね、すごいな。だから見た目はこういう人たちで、実は話したらこういうなんかスピリッツ持ってるやつがリクルートだみたいになって、なんとなくやっぱ共通認識としてあるんです。すごい。その規模でそれすごいですよ。めちゃくちゃすごいです。カルチャーがね。カルチャーが出来上がってるってマジすごいな。いやこれめっちゃいい答えですね。ポサっていうのはちなみにどういう感じなんですか。そのまあ見た目の話もありましたけど。だからなんていうんですかね、その泥臭いというか。なんとかするやつら、なんか前に進むやつらって感じですよね。タフなイメージありますよね、リクルートってやっぱり。じゃあチャオさん。はい、僕ちょっと欲張って2つ書いてます。欲張って面白いやつが多い。うん、これはもう2人にもう精通してます。もう同じこと言ってます。やっぱおもろいやつ多いですね。だってもうわけわかんない YouTube は僕らよりチャンネル登録者多かったですけど、いやそんなこととかで YouTube で、まあ僕らもそうじゃないですか。やっぱおもろいやつ多いなっていうのが間違いないです。尖ってますね。でそういう尖ってるんで3年で辞めますとか言っちゃう人も MVP8 回取らせるぐらい仕組みがやっぱすごいんですよ。活躍させるっていう、こう動物園にしかならないっていう一つの方向性に向かってちゃんと形で回るっていうのがこの辺がすごいなって。確かに人の可能性を下げずに、でも仕組みでちゃんと回るって、これはすごい学びでしたね。なんか代表的な仕組みというか、そのなんかシステムの名前みたいなのあったりするんですか。まあウィルキャンマストっていう評価制度。ああ、聞いたことあるんですよこれは。確かに。リクルート用語めっちゃいますよね。全員やってますよね。ウィルキャンマスト、WCM 面談。ありますね。めっちゃ嬉しそう。ウィルキャンマスト面談ってやつね。ありますね。あれ一番やりたくなかったです僕。何をやるんですかそれは。ウィル何をやっていきたいか、キャンそのためにどんなキャンスキルが足りないか、マストそのスキルを伸ばすために今目の前の業務と、どうそのマストキャンを増やすっていうことをつなげて目の前の仕事を頑張るかっていう座標。それやりたくなかったんですよ。やりたくない。嘘ついたウィルばっかりやってて、この会社のウィル僕はなかったんですよね。なるほど。起業するとかいうウィルを言ったらやばいんですか。それ全然良かったですね。良かったんですけど、でももうあからさまですね。表情がやっぱ違います。誰をよく時間を使って面倒見たいかっていう上司の顔はもう分かりやすく変わってました。まあちょっといいことばっかり聞いてもねあれなんで、噂のやついきます。一番聞きたいと言ってもいいかもしれないですか。リクルート全員 MVP もこれね、本当にありますよね。みんなもプロフィール見たら絶対 MVP なんですよ。リクルート大体リクルートの人 MVP 取ってるやろ。なのでちょっとこれ本当はどうなのかちょっと内部の人に聞きたかったんですよ。事実だと思います。全員ですか。とんでもない。僕取ってないんですよ。優秀賞は MVP とまたジャンルが違う感じだったんですけど、当時のその部署は。なるほど。違う違うやつ。あ、そうか、取ってない方が初めて。失礼しました。ごめんなさい。じゃあ MVP 取ったのがこの2人ですね。これいろんな MVP があるんですよ。そこで構造を聞きたいです。まずちょっと話していいですか。 MVP って本当にさっき言ったカンパニーまたいだ本当に全体の MVP までと、でそのカンパニーのもう何千人5000人とかでの MVP がこうどんどん小さくなっていって、で部署になっていって、部署の1年間の通期で部署のクォーター月、ここまでちっちゃくなっていくんで、一言に MVP って言っても全体で取ってる人は本当にやばいんですよ。ああ、でも本当のやばい MVP 全社 MVP みたいな。全体 MVP 全社 MVP はもうレベルが違います。そうですね、違いますね。確かに見分けるにはどうしたらいいんですか。それを聞いたらいいです。全社カンパニー超えた全社の MVP ですかとか、カンパニーのたくさん。ちなみに2人は違うんです。違います。違います。2人は何の MVP なんですか。クォーターとか。あ、そうですね。僕もクォーターで、それこそカンパニーの中でも部署もたくさんあるんですよ。その部署の中のクォーターの MVP って感じですね。年間の全社 MVP っていうのあるんですか？あります。化け物一人全社で。もうそれ取ってたらもう超やばい、超やばいです。表彰状じゃなくてトロフィーのでかいやつ、どこで作ってんのみたいな、どでかい、すっごいほんとでかいクソでかいホテルのあれでアナウンサーとか呼んであるんですね。電車のイベントがあるんですね。そういう次からまたトロフィーお持ちですかって言ってここは症状ですよね。症状ですね。なるほど。だからもうどこにあるかわかんないですよ。謎が一つ解けましたわ。ありがとうございます。いいですか、1個だけ補足して、MVP もなんか定量と訂正の MVP があるんですよ。そうなんだ。なんかその新規開拓の部署だったんですけど、その新規開拓の社数の MVP と売上高の金額の MVP と、あとはその採用決定率の高い人の MVP とか、なんか同じクォーターでも MVP が4指標くらいで走ってるんで、なんか同クォーターの同部署に4人 MVP いますみたいな。そっか、だからいっぱい取ってるイメージがある。それが大きい。嘘ではないけど、嘘じゃない、嘘じゃないし、嘘ではないです。なるほど。よくリクルート内で言われてたのが、銀座とか有楽町とか。特にあそこら辺ですね。3歩歩けばリクルート。そんなことある？大体リクルートの違うカンパニーの人も含めて大体リクルートだよみたいな。東京有楽町新橋。あそこは本拠地なんですけど。オフィスがコリドー街。そうですね。コリドー街。大体リクルート。かつ3歩歩けば MVP。そうですよね。毎月4種類ぐらいいる。そうそうそう。そういうことです。この言葉普通になっちゃってるぐらい希少価値、リクルート内ではもうそれぐらいないって認識はあるみたいな。ありますね。外からはそう見られてるみたいな。リクルートって何人いるんですか、社員は全体で。カンパニー5000ぐらいでいいです。全体3万とかじゃないですか。だから銀座で石蹴ったらそれでぶつかる。逆に優秀賞って何？なんかMVP となんか最優秀優秀みたいな、なんか分かれてませんでした？ありますね。2位とか3位も。そう、2位と3位も一応さらにある。優しい会社です。そうそうそう。みんな何かしらの表彰をあげたい。ということで次のテーマ、ドン、リクルートあるある。いっぱいありそう。もうすでに出てきてますもんね、なんかね。これ皆さんのね、リクルートあるある、これあったなというのを聞かせていただきたいと思います。はい。じゃあチャオさんからね。いや、気になる。気になる。こちらです。飲み会後に会社戻って仕事。行く。これはあるあるでした。おー、すごいね。ハードですね、やっぱり。2時ぐらいまでカラオケでみんなやるんですよ。そんな遅くまで。2時。思ったより遅かった。時間軸が全然もう電車ないですね。なんかよく行く八重洲の東京八重洲のカラオケ館もう覚えてるんですけど、そこ行ってそのままたくって隣の京橋の当時のビルに戻って。それカラオケ行く意味あるんですか？確かに分かんないですけど、上司も含めてやっぱこういうことを飲み会がもうめちゃくちゃ好きな人が多いっていうのは、それがそもそもあるあるですね。で、ワンオンワンみたいなのがもう飲み会でやるみたいな。明日の商談の打ち合わせ飲み会でやるみたいな。でそのままね、気分良くなっちゃってみんなカラオケみたいな。だけど飲み会で明日の商談の打ち合わせしてるんで、資料いつ作るの？アルコール入った状態で作られた資料。仕事の延長ですね、もう飲み会は。でもそれはもう結構昭和のリクルートが残ってたような部署だったと思うんで、僕がいたリクルートキャリアってその人材系、リクルートの走りなんで、結構文化的にはそういうのが多かったかなと思います。なるほど。じゃあサライさんいきましょう。じゃあ、私からは、起業する人意外と少ない。ああ、それめっちゃ思いました。ですよね。そうなんだ。イメージとしては多いんだろうなっていうのがあった上で、入ると意外といないみたいな感じ。そうですね。なんかね、まずそもそも副業をしづらいです、意外と。そうなんだ。なんかもちろん副業されてましたよね、多分申請されてました。僕、はい、バチバチに申請してバチバチにやってましたね。それこそそういえばその今の YouTube 始める前に、うん、リクルート時代に別のチャンネルやってたんですよ。でそれマジで入社して3ヶ月ぐらいそれをなんか社内にバレて、そのチャンネル、でお前その YouTube やめるか会社やめるかどっちか選べみたいな。そんな感じなんですね。そう、意外となんかそういうの寛容そうなイメージあったんですけど、僕はでも確かに戦ったっていうか、これもやっていくんだみたいな会話をすごいしたのは確かに覚えてます。そうですね。なんか私もリクルートにいる時に YouTube こそこそやってたんですけど、なんか別に申請したらいいやんって感じなんですけど、なんか結構ね手続きとかややこしいみたいで意外と歓迎してないっていう。というのもなんかその決済する人たちがそれこそ飲み会後に仕事をしてきた世代の方たちなんで、なんかあんまりその仕事以外のことやんなよみたいなのを多分奥底で思ってる感がありますね。副業もしづらいっていうのもあるんですけど、起業もなんか思ったよりする人少なくて、でまあこれに関してはもうリクルートがいい会社なんで離れられなくなってしまうんですよね。なんで全然悪いことじゃないというか、なんか起業したいなみたいに残ってる子でもなんか気づいたら結構残ってたりとかするんで、そういう意味ではすごいめっちゃいろいろ整ってるんで素晴らしい会社だと思います。いやー、鳥子さんのね、元社長のアキオブログは風当たり強かった。なんか副業サラリーマンとか言ってなんかドーンってなっちゃったんですけど、あれは超レア、もう特殊。バレてたんですかね。バレててマネージャーがちゃんとうまく上に取り持ってたっていう。なんかアキオさん言ってマネージャーの人がすげえいい人ですね。彼がいたからできてたと思います。なるほど。マネージャーによってはアキオブログがもう登場してなかった可能性が。それこそこう言っていいんかわかんないですけど、エビスジャップさんとかですよね。確かにあれやめろみたいに言われて、あ、森山さんおっしゃってたかもしれないですね。動画で確かに見たことある。あのイメージで言ったら結構痛い目合うぞっていう話ですよね。第2回リクルート芸人の時は森山さんで、そうですね、そうですね。あるあるで聞きたいやつ。行きましょう。我々まだシクロさん聞いてない。あ、そうだ。ちょっと忘れないでください。しょうがない。シクロさん、これなんか僕らからしたらめっちゃ当たり前のことになってるかもしれないですけど、退職のこと卒業っていう。ああ、そうなんだ。当たり前です。ちょっとリクルートっぽさですね。確かに。これ多分普通はそんな卒業っていうなんかあんまり前向きなイメージではない可能性もあると思うんですけど。辞める時ってなんか卒業式みたいなのやるんですか。あ、なんか送別会みたいなめちゃくちゃ力入れてやりましたね。いい会社ですね。だから明るく送り出すみたいな文化も結構やっぱあるっすね。明るく送り出す。あ、送り出す。ああ、そういえばびっくりした。明るく怒り出した。全員が全員その前向きな会社じゃないこともあるじゃないですか。それもこう卒業。卒業。違う部署でさ、年代も違うのにみんなが同じこと言ってるじゃん。だから本当にカルチャーが本当すごい一貫してるのがめちゃくちゃすごいですけど、まあちょっとリアルな話するとやっぱ卒業でこう飲み会バーンってやるでいい感じで卒業する人とそうじゃない人がやっぱ空気はやっぱあります。でもみんなでこうはやるっていう、それは微妙なね終わり方の人もいますよね。それはそうです。ただカルチャー前提としてはそういう文化だよ。そうですね。なんかやっぱ根っこがすごいポジティブという気があるんですね。やっぱあれですけど陽キャの集まりなんですよ。陽キャ多いし元気ですね。大会系も多いですから。そうですね。じゃあちょっとあれいいっすか。やっぱ気になってるやつありますね。やっぱこれ聞きたいです。何ですか。リクルートといえば有名なワード、これお前はどうしたいは誰も使わないですよ。本当にこれ有名になりましたよ。何言ってもさっきの詰めるのでお前はどうしたいでお前はどうしたいっていう有名になったあれ、本当は誰も使ってないんじゃないか説。これの真偽をちょっと聞きたいなと思うんですけど、これ実際使ったもしくは使われたっていう方は意識的に使ってた、使いました。事実そうなんで、なんか中途入社した後輩とかが言われたそうなんですよ。それ本当だよ。私的にはどんな状態なんですか。言われたそうなんですよ。なんかもうどうしたらいいんですかみたいな感じなんで。そんなやついる。ちょっと特殊かもしれないです。でもマジで言ってほしそうなやつがいて、うちのメンバーなんですけど、なんでお前はどうしたいって言いました。ギャグになってるってことですね。もはやそうですね。もはやギャグになってる。なるほど。ネタで言うみたいな感じ。ああ、なるほどね。いや、超わかりやすい。あ、じゃあシリアスな場面で使われたことはないですね。これだから面談とかしてガチで言われたら結構笑ってまいそうなんですけどね。どこで生まれたんですか？確かに。いつ何でどこで生まれたんですか？しかもさ、お前って言ってんだよ。確かに。このご時世で古い。あなたはどうしたいのとかじゃなくて、お前はどうしたいがこれだけ有名になった、まあ、秋代さんが言ってたのもありますけど、ショートで言ってましたね。有名だよね。なんで生まれたんですか？確かに、この源流はかなりなんかこうなんですよね、お前はどうしたいっていうのが有名になったのは、何きっかけなの？そんな関わりされたことないです。普通に冷静に考えたらびっくりしますよ。いや、ちょっと相談なんですけど、お前はどうしたい？話にならない。入る前にしてました。ちなみに入社する前にしてました。いや、これ僕の時知らなかった。僕も知らなかったです。ああ、なるほど。言われるもんやと思って入りました。そしたら入ったのがいつでしたっけ？21年の1月。じゃあ最近ですね。最近ですね。そのぐらいに、だから秋代さんが有名にしたんじゃないの？どうしたら先般インフルエンサーですね。すごいな。すごいですね。ちょっとこれ真偽の方がわかんないんで、じゃあ現役リクルートの皆さんでこれの期限知ってる方いたらコメント欄で教えてほしいですね。教えてほしいですね。実際はギャグになっている。間違いないです。なんか結構いろいろ専門用語が飛び交ってるんですけど、なんかね、リクルート用語みたいなのあるんですか、やっぱり。いや、なんかめちゃめちゃあるっすよね。ありますね。ありますあります。もう全員共通認識としてそれでもう喋るみたいな感じで、よく使ってたので言うと、だからクライアント S って言ってましたよね。S って言ってました。S でクライアントさんのことを S って言ってて、それはイニシャルとかではなく、そうそう、なんで S なのかわかんないですよ。でもみんな S って言ってて、 S コードナンバー。ああ、エスコード。かっこいい。で、なんでかわかんない。誰も。いや、マジでわかんない。スポンサーとかなんですかね。スパイみたいですね。なんか。スパイ。それ面白いな。難しいクライアントのことを何エスって言ったりとか。そう、なんか名エスみたいな。名エスみたいな。言っちゃった。うち健全な番組なんですよ。あと読み表。読み表。業績の見立てを作る時の顧客が受注のランク角度が高い低いで分かれていて、この読み表を見ながらどこをどう攻略するかっていうのを上司と読み面談みたいな。なんか一時全員リクルートの桃太郎みたいなやつめっちゃバズってませんでした？桃太郎なんですかそれ。なんかその記事で猿がなんかその仲間に入りたそうに見ている「お前はどうしたいの？」みたいな感じの。なんかそういう全部リクルート用語だけで構成されてる「桃太郎」の話みたいなめっちゃバズってた。めっちゃ面白い。見ましょう見ましょう。それそうそうそう。あとね、ワンオンワンっていうじゃないですか。その部下とか上司との1対1をレボって呼んでます。レボです。レボリューション。何かの革命が起きるから、レボ、そう、読み表を使ってレボするかって言われる。うわ、すごい、全然わかんないもんね。なんで、私はレボの場で、お前はどうしたいって言ってました。ギャグとして。あと、アイスブレイクなんか、よもやまみたいな。よもやまだ。そういうこと。よもやま、よもやま話をして、アイスブレイク。そうそう、雑談のことをよもやま。ちょっと、コーヒー飲みに行きながら、ちょっとよもやまするかみたいな。めっちゃ通じてるやん、リクルートと。ありました。まあでもね、そんないいことばっかりかっていう人はね、楽しそうに話してますけども、実際ちょっと聞きたいこちらとリクルートの闇。テーマ重い。まあある、まあね、どこでもあるとは思うんですけど、強いて言うならね、こんなんちょっとこれはみたいなね、そうですね、教えていただきたいです。リアルなやつ欲しいですね。カルチャーが濃いがゆえにね。そうですね。まあ光が強ければ闇がある。間違いない。間違いない。じゃあリクルートの闇ということで、サライさんどうですかね。はい。これは女性が有利というところです。リアルすぎる。だいぶサライさん的にだいぶ丸くしたんでしょうね、言葉をね。ちょっと頑張って。僕もいいですか。かぶってる。女性への人。ちょっと待って。おい、なるほど、大丈夫か今の時代。これすごいこう丸くこう言ってくれたのよ、多分サライさんは。で、それをチャオがもうそのまま。それをやっぱ感じたってことですよね。これは。結構オフィシャルでも出してます。じゃあそうなんですか。なんかやっぱりそのキャリアで日本一の会社っていう自負からその女性管理職登用比率みたいなのを日本でもトップランナーにしたいみたいなのがあるみたいで、なんでその有価証券報告書とかになんかその比率が書いてて、それに行くためになんかその男性と女性で同じ能力やったら女性を上げるみたいなのがあるって聞いたかもしれないです聞いたかもしれないです。リアルだぞこれ。すごいオフィシャルっぽいあれじゃないですか。そういう話もそうなんですけど、なんかそういう話じゃない。ちょっといいですか、そんな。あとはよろしくお願いします。これはすごいワード来てるな。さっきのレボあるじゃないですか。まあ基本だから30分とかです。で、まあちょっとコーヒー飲みながらやるかで行くじゃないですか。30分。で、あ、自分の場合30分で終わった。じゃ次女性社員です。2時間帰ってくる。それはその上司の、それはその泣いちゃったりとかさ、いやもうすごく可愛いんですよね。なるほど。でこの子の営業の同席ばっか行くとか、ちなみにそれにするとかどうか、僕がいたその部署とかはもうみんな男性陣同じ認識だったとか、なるほど、そういうの。っていうのをよく男性だけど飲むときには話してて、なんかあるよね。サライさんと全然違うな。確かに全然人類のようみたいな。いた人が言うとかなりリアル。もちろんこれもなんか性を理由にしたいとかではなくて、ちゃんと優秀な方であれば男性も上がれるので、ちょっとそれは補足をさせていただきます。いやー、シクロさんいかがですか。だからそれがゆえの不倫。ダメ。やばすぎだ。やっぱりリクルートの闇なのか。そういう流れになっちゃいますね。リクルートはすごい会社だ。いやいや、別にこれはわかんない。リクルートなのだからだから。その GM 以上はもう全員してる。諸説ありますね。マネージャー以上は強いな。ポジショニングが強いよね。今のポジションから聞きましたけど、僕はね知らないです。諸説あります。やばいですね。でもこれ偶然ですけど、三者三様。確かに女性系の確かにね。男女関係のやっぱお魚なんですかね、リクルート。なんかお魚多いですよね。これちょっと使えるかわかんないですけど、僕がいたのは東京の八重洲ビル、でっかいビルあるじゃないですか。の目の前の小さいビルだったんですよ。小さいビルですぐ人数も少ないです。で夜になるとやっぱ人数少なくなるんですけど、踊り場の階段、急にまだ行く、まだここで行くんだ、踊り場の階段、例出してます。踊り場の階段でガサガサガサポケモンみたいな。ダメだこれ。これすごいな、今回。でも素晴らしいな。でやっぱさ、こう生きのいい男性というか、やっぱこうね、仕事もできるし体力もあって、活動的な男性がいっぱいいる活気のある会社だからこその、まあ闇と言ってもいいのかもしれないですけど、そうですね。だからこそこう順調なところもね絶対あります。そうね、そうね。いやちょっとこれめっちゃおもろいやん。最後のねテーマもいろいろ話してきましたけれどもね、最後に聞きたいのがですね、あなたにとってリクルートとはという。もう急に最後にの後にね、闇の前のやつを聞きそうとしてる。まあでも人生においてね、2年とか3年いたリクルートがね、自分にとってどんなんだったのかっていうのはね、ぜひ知りたいところですよね。まあもう女性ひいきのイメージしかなくなる。回復ですね。視聴者への印象も変えてあげましょう。じゃあ行きましょうか。じゃあチャオさんからね行きましょうかね。じゃあ僕は感謝です。おお、ストレートですね。はい、ちゃんと本当すごい感謝してます。学ぶことめちゃくちゃ多かったですし、まあしごかれたこともすっごい多いんですけど、まあしごかれた分きつかったこともありますけど、今でもやっぱりつながってるんですよ。当時の上司2、3人ぐらいとは今でも飲み行ったりするんですけど、すごい今の自分の活動も応援してくれてますし、やっぱ愛ある介入で関わってくれてたあの時期はすごい本当良かったなと。自分もね副業パーソナルトレーナー事務経営でベストボディジャパンのチャレンジとか。本業もありながらもそこまでねそれをやらせてくれるっていうのも素晴らしかったですし、今のキャリアが、ね、こうなってるのも当時そういう関わり方をしてくれてたからというのは思うんで、感謝だと。なるほど。まあこれも普通に思ってます。めっちゃいい話。懐が深いですね。やっぱりリクルートという会社ですね。じゃあシクロさんいきましょうか。学校みたいな、ああいいですね。なんか今思えば本当に大学の次に進む学校みたいな、ああなるほど。でまた次のステージに行くためにこう送り出してくれるところみたいな感じの、今思えば振り返ればそんな感じしますね。卒業ですよね。ありがとうございます。卒業ですもんね。あそう卒業。確かにそういうことやったか。つながりました。素晴らしい。じゃあサライさんお願いします。素敵なコメントの後なんですけど、母です。もっとすごいの。母。いや、なんだろうな、なんかリクルートって包容力やばいんですよ。それこそ、まあ宿老さんも島田さんも多分自分のやりたいことやりながら、私も自分のやりたいことやりながら、リクルートの仕事もやってきたっていうところで。でまあ、そういう社員って、まあ、ある種扱いづらいところもあると思うんですけど、まあ、それでも見捨てずに結構上司の方は向き合ってくれますし、なんかそういうところも含めてなんかすごい包容力のあるいい会社だなと思っております。素晴らしい。素晴らしい。打ち合わせなしですからね。そうですね。打ち合わせなしです。打ち合わせなしも一発ぶっつけでこれですから。いやでも本当に皆さんリクルート芸人の方々にいろいろ聞いてきましたけれども、この動画はリクルートの人もね、これからリクルート入りたい人もほぼ確実に見るような気もするんで、元々の人が一番笑ってんじゃないかなと思いますけど、すごい僕我々も聞いてて楽しかったですね。リクルート芸人の皆さん、今日はねありがとうございました。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 